トーナメントも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。さあ手始めに激しく当たった。おーっと順調にヒット。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでペルシアンの登場だ。さあここから挽回したいところ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで特殊能力をアップです。おっとここは動けません。さあ激しいバトルです。切り替えた。急所を捉えた。あっとダウン。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでラフレシアの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。バトルの姿勢に移って、さあここで急所に当たった。おっとシビレゴだ。おっと麻痺してしまった。白熱したバトルが続いております。さあこれはよしヒット。おっと麻痺して動けません。さあ熱いバトルが展開されております。さあ今度はよし当たった。さあこの場面で強烈な一撃。ここでダウンです。さあ出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでシードラの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。マズマズの当たり。ここでジューダースプルトだ。効果は抜群だ。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。おっと嫌な音攻撃。おっと防御力がダウン。ここで特殊能力をアップです。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。
さあここで球場に当たった、いった、激しく当たった、あっと一発の攻撃でダウンだ。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでドードリオの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。さあこれは随一撃、あーおーっとこのポケモンではまずかったか、あーっと一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでモンジャラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあこの場面で効果は抜群だ。ここで冷凍ビーム狙い的中、あーっとあっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち残ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。おっとポケモンチェンジ、このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここでヤドランの登場だ。ここで特殊能力をアップです。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。ここで特殊能力をアップです。さあこの場面でおっと特殊能力がダウン。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。まだまだステータスをアップします。おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで特殊能力をアップです。自分のステータスアップに集中だ。両者とも大健闘です。戦う構えに入って、さあこれは急所にヒット。さあ今度は効果は今一つのようです。両者ともまだまだ疲れを見せておりません。ここで特殊能力をアップです。さあここでおっとこれはいまいち。さあ熱いバトルが展開されております。さあこの場面でお
ょっとあまり聞いていない。さあこれはあまり効き目がありません。さあ熱戦が続いております。さあ今度は急所を捉えた。さあここで効果は今一つのようです。さあ激しいバトルです。さあこの場面でおっとこれはいまいち。さあこれはあーっと氷付けになってしまった。この氷がバトルにどう影響するか。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでラッタの登場だ。いったー、鋭い当たり。おーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでリザードンの登場だ。さあここから挽回したいところ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おーっとどなたか飛び上がった。ここで波乗りだ。おっとこれは外れ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。両者向き合ってここでポケモンをチェンジだ。ここでユンゲラーの登場だ。さあ今度は大きなダメージ。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう出るか。さあここで攻撃炸裂。あーっと一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。さあもう後がないぞ。おっと凍りついている。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで体力回復だ。おっと凍っていて動けません。さあ激しいバトルです。ここで雷パンチ。弱点をついた。あーっと力尽きた